あるて高崎はかつて存在した日本の社会人、サッカーチーム、学校法人、堀越学園を運営母体とし、群馬県高崎市に本拠地を置いていた。将来的な J リーグ入りを目標に2004年から日本フットボールリーグへ参加していたが、資金難から2011年に活動を終了した。群馬県の学校法人、堀越学園が運営母体となり、 将来的な J リーグ入りを目指して活動していた。クラブ名のアルテはスペイン語で芸術の意味である。トップチームのほか各年代のユースチーム、女子チームが存在し、同じく堀越学園の運営する創造学園大学サッカー部がサテライト的な位置づけにあった。母体チームは1996年に結成されたマッキー FC。その後、2000年に、 群馬 FC ホルトナ2001年に群馬 FC ホリコシと解消し2003年の FC 京都ボム1993との入れ替え戦を勝利して同県のダスパクサツと共に日本フットボールリーグへ昇格同年の天皇杯では4回戦で柏レイソルに1から0で勝利した2005年1月に FC ホリコシへ2006年にはチーム名を公募し ある手高崎へと解消。以後の JFL では、低迷を続けた。2007年には年間勝ち点7、2008年には年間失点107と、当時の JFL における歴代ワースト記録を作り、2010年には、山陽電気スモトとの入れ替え戦に勝利して、過労死で JFL 残留を決めた。FC 東京で活躍したアマラオなど、 元 J リーガーを積極的に獲得した短期的強化が失敗に終わり、劣悪な練習環境、慢性的な資金難も相まって、選手の入れ替わりは激しかった。2005年には J リーグ事務局へ日本プロサッカーリーグ加盟を申請したが、意見書を出しても全く改善されていないとして J リーグ加盟は見送られた。2011年のシーズン終了後、 堀越学園の経営悪化による資金難から翌年度の存続が困難となり、JFL へチームの移管の要望。移管先団体との交渉は不調に終わり、同年限りでチームは活動を終了、解散した。トップチームは消滅し、母体である堀越学園も破産したが、育成組織は2012年3月に創設された高崎エボリス大夫シーンに承継された。 2010年の JFL、地域リーグ入れ替え戦 JFL での主催試合は、年間15試合ほどを、高崎市の浜川陸上競技場と前橋市の群馬県立敷島公園サッカーラグビー場で開催していた。2005年の J リーグ加盟申請の際には、群馬県立敷島公園県営陸上競技場をホームスタジアムに指定している。 2005年2月には高崎市のサッカー協会と連携し、高崎競馬場跡地を活用した新スタジアム建設へ向けた署名活動を行っていた。結果的に跡地にスタジアムが建設されることはなく、群馬県が複合一体型コンベンション施設の整備を進めている。ありがとうございます。